はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、 3.5 周年降臨ガシャ SSR 超グレードアップですね、こちらを引いていきたいと思います。今回はですね、狙いは期間限定ユニットですね、ずっと言っております、ヨンタロウイン、そして、ゼペリン&シーザーのね、ゼペリケ、こちらの方も引ければなという感じでいきたいと思います。今回はですね、ヨンタロウインがね、5セットを引くことによって、ね、おまけとしてついていきますので、ヨンタロウイン狙いであり、セペリケ狙いでいきたいと思います。あとはですね、降臨ガシャということなので、降臨ユニットが出てきてくれればなっていう感じですね。ヨンタロウイン、セペリ&シーザーですね、そして超降臨ユニット、SSR がね、確実に1枚は、出てくるので、こちらの方をじっくりと、やっていければなと思います。まあ安心してね、5セット目まで引けますということですね。テペリキがね、早く引けたら5セット目で終われるという感じですね。24日25日の、ね、ヨンタロウイン、ジョータロウとカキョウインのね、セットが引けるのか、3セット目まではね、SSR 確定してないので、こちらでぜひとも引いていければなと思います。24日のね、ゼペリケのね、そうですね、確定3セット勝負があるのかどうなのかちょっとわからないですけども、こちらの方を確実に今回で、ね、引ければいいかなということで引いていきたいと思います。前置きが長くなりましたが、いきます。では1セット目ですね、参ります。さあ、稲妻が走っているかどうか、これに抱えます。ちょっと言葉が言えてない。さあ、ジョータロー、ハンティング2枚目、トニオスさん3枚目、さあどこどこどこ、ネズミ4枚目、どうだ、どこどこどこ、いや、モート、さあ5枚目そろそろ出てきてくれると安心するのだが、奥安6枚目、小市くん、さあ7枚目、そのもうこれは1枚のみですかね。さあ8枚目、ドララ稲妻走っておりますが、ジェガイル旦那、さあ9枚目、さあ演出は十分、どうだ、お、ハサミ打ちですね、ハサミ打ち、が来ました、プラス1でありがとうございます。無覚醒だったので良かったです。さあバイザーダストがかかる、これはありがたい、プラス2。さあ続いては来ました、バイザーダスト2、さあプラスの3。さあ最後かかるか、かからなかった。さあこれでアビリティがプラス5になりました、ありがとうございます。一気に強くなったぜ。そして魂チップが全部揃いましたね、10枚になりました。さあ幸先がいいのか、いいですね、ということで2セット目ですね、2セット目参ります。さあ稲妻が走っているのかどうなのか、これが見ものです。さあどうだ、1枚目はどこどこどこ、バニラアイ、さあ2枚目、ドラララララで猫グーサー、3枚目、ドラララ、ジョセフ4枚目、さあそろそろ出てきてほしい、稲妻走っているが、フォーエバー、さあ5枚目はハンティング、6枚目、どこ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 、おダイヤーさん、わーっとこれは71枚のみですね、1枚のみだ。そういえばアルも出てくるんですよね。さあ9枚目、メガカイト、ヨンタロウイン出ました、ここで撤退もありえるのか、ここで撤退、これは判断が鈍る、判断が鈍ります。さあこれはどうしましょうかね、
セペリキが出てきてくれた方が分かりやすかった、撤退しやすかった。スターワン、さあドラララで旦那ですね。ちょっと判断が鈍ります。さあ3セット目引こうかどうしようかっていう感じですね。まあいいでしょう、5セット引いてみてどうなるか。3セット目参ります。さあ泡の色は、泡の色はいいんですよ、稲妻が走ってるかどうかです。さあどうだ、さあドラララララでガーミー、さあユウちゃんが出てきて2枚目ビリダーン、さあドラララ稲妻走っているか、ユウちゃんまた見ましたね。さあ4枚目ヨハン、さあ5枚目はどうだ、ネズミ6枚目、これも1枚のみか、7枚目、そうですね1枚のみだ。さあ8枚目どこ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 、ジョータロウ、さあ9枚目、さあ何が出てくる、今度は目が青いポギーですね、ポギー、私は久しぶりに見たなポギー、久しぶり。さあワン、ワンのみです、ワンのみ、これは走っていない、オーヤジー、さあ重なってきてくれて、アビティアプーありがとうございます。さあ4セット目ですね、さあ4セット目いきましょう。では4セット目参ります。さあ稲妻走っているのかどうなのか、ちょっと悩ましい。さあどうだ、はい、ドラララララ、おっといきなり来た、2枚以上確定、長太郎、時太郎ですね、ありがとうございます。いきなり1枚目で出てきた、さあバニラアイス2枚目、ドラララララ、もう1枚ぐらい来てほしいところ。さあ 3枚目、4枚目ですね、4枚目アザマダホルホース、そして5枚目ホルホース、いや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  SR が欲しい、せめて SR が欲しい、抜けサーク、さあ6枚、7枚目か、8枚目、もう1枚ぐらい欲しいところ、 SSR、 2枚か、2枚のみか。さあラストはどうだ、やりてリアリティです、リアリティも無覚醒、まあ、よかったでしょう。 1,2,3 さあここでワンモアが輝いてくれるか、アブドゥ、さあ2枚目、2枚のみ、ワンモア輝くことはなかったです。さあリアリティがプラス1でしょう。さあドキタロアビティアップなるか、アビディアップ、ありがとうございます。どんどん強くなってきてくれております。さあそして5セット目、泣いても笑っても5セットで終わりです。では5セット目参ります。さあ稲妻は走っているのかどうなのか、さあさあさあどうなる、行きましょう。さあどこ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 、あーいやー、さあドラララララで金大地3枚目、小市くん、さあ4枚目はあとまだ5枚目、おっと来た、2枚以上は確定、よしジジ太郎です、ジジ太郎アビティアップになってくれるか。さあ6枚目はシーザー、さあ7枚目赤ちゃん、8枚目はゆうちゃん、さあ9枚目ラスト、ラスト出てきてください、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 さあ待ってよー2セット目で撤退が良かったかな。1,2,3 チーズ揚げが欲しいところだ、うん、さあどこ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 、さあラストはどう、ダメです、残念、はい、
ということで、イバナティオが出てきて、アビリティアップ。さあ、ジジタロウはアビリティアップはせず、ジジタロウアビリティアップをしてほしかったな。残念です。まあ、今回はこのような結果になりましたね。さあ、期間限定ユニット。これで、覚醒しましたね。これは2セットでやめておくべきだったのか。まあ、覚醒したと思えば安いものなのか、わかりません。はい。ですね。ね、いや、まあ、取れてよかったというところでしょうか。 ありがとうございます。四太郎に無事ゲットできました。ありがとうございます。はい、次はね絶対ルーキーを狙って頑張っていこうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いては絶対ルーキー頑張って引いていこうと思います。ではラサブタ。